なあクリリン、お前どうして頭を丸めたんだ。この方が気合が入るような気がして。おかしいですか。おかしくはないけど、懐かしいな。クリリンは昔からあまり変わっていないし、その頭を見てると修行時代を思い出すぜ。ですよね。身が引き締まるっていうか、俺も初心に帰った気分です。普通髪の毛が少ないと年を取って見えるもんだがな、その年になって若く見えるなんて羨ましいぜ。だったらヤムチャさんも頭を丸めてみませんか。もしかしたら若返って見えるかもしれませんよ。断る。言っただろ、髪の毛が少ないと普通は年を取って見えるって。それに髪の毛がないと女の子にモテないじゃないか。ヤムチャさん、まだ女の子にモテたいんですね。当たり前だろ、俺だって結婚したい。見た目はともかく、こんな時に敵のことより女の子のことを考えるなんて。いやなんだ、そのためにも頑張って平和にしないとなって話だ。ほら、雑談はこれくらいにして戦いに集中集中。ヤムチャさんは何年経ってもヤムチャさんのままだな。これは寝てる。この前のペーパーテストの時と同じみてえだな。
それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわっ、悟空、またクローンが現れやがった。おめえ地面にぶっ倒れてたんだぞ。うん、そうなのか。お前たち俺を助けてくれたのか。でもあれ、なんだか体がうまく動かないぞ。それは妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。というわけなの。わかった？もう、だから変な波動、原因、あんた弱くなる、悪いやつやっつける、オッケー？うん。ああ、もうこれ以上どう説明しろっていうのよ。まあ、ブルマさん落ち着いて。つまり、オラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっちゅうことだ。悟空の中に入ってるやつ、そいつ、いいやつなのか。そう、いいやつ、すっげーいいやつだ。そうなのか。サタンもいいやつ、俺、いいやつ好きだ。いいやつなら、お前の友達、お菓子やる。あれ、お菓子ないのか。そんならブルマが宇宙一うめプリンを用意してくれっぞ。え、私？この間のパーティーのプリンよりうまいか。もちろんよ。だから先にソン君たちと一緒に戦って。わかった、先に戦う、その後でおやつだ。大丈夫なんですか、宇宙一のプリンだなんて。もうソン君ってば、後で覚えてなさいよ。こうしてピッコロのクローンを前にすると、あの天下一武道会を思い出すな。もう随分昔のことだが。
今じゃピッコロのやつ全然悪いやつって感じしねえもんな。確かにかつての邪悪さは欠片も感じられないな。知ってっか、ピッコロのやつご飯たちが留守の時はパンの子守りしてんだぜ。パンをあやすもおむつ替えるもうまくなったって言うし、ベビーフードの作り方までもう完璧なんだってよ。ピッコロがおむつ？お前とピッコロどっちがパンの祖父かわからないな。そうなんだ、父もピッコロの方がオラよりじいさんらしいって言ってんだ。そうなんだよじゃないだろ。実の祖父が何を言っているんだ。それとピッコロが子守りをしていることはあまり人に話さない方がいいと思うぞ。え？なんでだ？まあそれはピッコロのイメージを守るため。イメージま、この話はここまでにしておこう。そうだな、ちゃっちゃとこのピッコロのクローンを倒すとすっか。自分のクローンというのは不思議なものだ。顔や形だけでなく力まで同じとは。だがこれ以上の修行相手はいない。自分と同じ戦い方をするのであれば俺の弱点を知ることができる。お前を倒した時俺は今の自分を超えたということになるのだからな。俺が武道家として一段上に行くためにお前には踏み台になってもらうぞ。さあどこからでもかかってこい。ハイキューケンアタック、逃がさんぞ。シュッ
Let's go!
そなぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね、フリーザ君。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。まったく、私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです、義勇特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。なんだ、誰かオラの心に話しかけてくるぞ。そう、そう。ピッコロか。すぐに来てくれ、敵が。敵？どこだ。かすかな木の実だね。あった。Thank you.
必要ない。波動のこともリンクのことも今は分かった。え、まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面道だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ。ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんたまさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私は お風呂に入ってる時の記憶とか。雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした。どうしたって何よ。それ乙女の秘密を何だと思ってんの。まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、夢も
て年じゃ。サンク。とにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。